さて皆さん、iPhone から MacBook に至るまで、Apple 製品にはなぜある種のマジックがあるのか不思議に思ったことはありませんか彼らの製品が、腸がつくほどのユーザー主体の直感的な操作感、洗練された外観、そして単なるハイテク製品以上のものに見えるのはなぜでしょうかこのマジックの多くは、スティーブ・ジョブズのインターディシピナリー・ヒュージョン、日本語では、学際的融合やリベラルアーツ的な融合、という信念の原理原則まで遡ることができます。 この言葉は一見、SF 小説の世界の話のように聞こえるかもしれませんが、実はシンプルでパワフルなコンセプトなのです。今回の動画では、それを分解してみましょう。早速ですがあなたが高校や大学の文化祭でそれぞれのサークルのメンバーたちが一堂に会することを想像してみてください。そこでは、美術のサークルのメンバーが美しいデザインをスケッチし、文学のサークルのメンバーがそれについて魅力的な物語を書き、 科学や数学のサークルのメンバーがそれを実際に機能させる方法を考えているとします。つまり、学際的とは異なる分野を組み合わせることであり、融合とはそれらを一つの作品へと混ぜ合わせて、コラボレーションを発展させて制作することです。スティーブ・ジョブズは、ガジェットやソフトウェアなどのテクノロジーと、アート、デザイン、人文科学などのリベラルアーツの深いレベルでの融合を本気で信じていました。例えば、 あなたの好きな歌について考えてみてください。その曲はもともと歌詞だけを切り取ってみると美しいしかもしれませんが、それに適切なテンポやリズムの音楽と組み合わさることで生き生きと心に響き始めますよね。同じようにスマートフォンのようなガジェットも技術的に最高の機能を備えていても使いにくかったりしっくりこなかったりそもそも使うのが楽しいと思えなかったとしたら世界中で人気が出なかった可能性があります。ジョブズは常に アップル製品がスマートであるだけでなく、ユーザーにとって深く共感され、感覚のレベルでしっくりくるものであるようにしたかったのです。そのビジョンを実現させるために彼は、エンジニアとアーティストのような異なる視点を融合させることで、優れた機能を持ちながら、自分らしさを感じられる製品を生み出すことができると信じていたのです。1 iPhone、iPhone 私たちのほとんどは、今ではスマートフォンのない生活を想像することができません。 iPhone が初めて登場したとき、それは他の携帯電話とは明らかに違っていました。確かに内部には素晴らしいテクノロジーがふんだんに搭載されていましたが、見た目もスマートで、使い勝手も抜群でした。カラフルなアイコン、ピンチインズーム機能、タッチに反応するスクリーンなど、これらはすべて、人々が潜在意識レベルで直感的で美しいと感じるものを本質的に理解し、その後、さまざまな異なる技術的なノウハウを組み合わせて生まれたものです。 2マッキントッシュコンピューター1984年、まだ皆さんの多くがパーソナルなコンピューターを使い始める前の時代、コンピューターは複雑で使いにくいものでした。そこに急に登場したのがマッキントッシュです。今では当たり前ですが、マッキントッシュには画面上にクリックできるアイコンというイノベーションがあり、パソコンを日常生活で使うには今までよりもずっと簡単で楽しいものに進化したのでした。これは技術的な革新だけではありません。 デザインののででもあったのですそれは見た目の美しさや使い心地の良さといったアートとコンピュータープログラミングのサイエンスを融合させたのです。3、Apple Store。あなたが最近 Apple Store に入ったのはいつですかその環境を考察してみると、明らかになんとか電気、なんとかカメラといった店舗の雰囲気とは違うことに気づくことでしょう。広々として、モダンで、ミニマリスティック、シンプルで魅力的。 購入を示唆する営業トークを感じることなく、ガジェットを触ってただ単純に遊ぶこともできます。この店舗デザインは、ビジネス思考最新の技術の展示、そして人々が物理的な空間で何かを楽しむかを理解するという異なる経験の融合する場所として設計されたのです。さて、これまではいかに Apple の融合的なコンセプトや思想がクールであることを解説してきましたが、なぜあなたがそのアイデアを気にしなければならないのでしょうか。 その答えは、世界が急速に変化しているという事実に紐づきます。ジョブズのアプローチは、想像や革新を目指すとき、一つのテーマや分野だけに固執する必要はないことを私たち、一人一人に教えてくれます。異なる分野の知識を分解したり、組み合わせることで、驚くような結果が創造性とともに、この変化の多い現代において、速いペースでイノベーションが生まれることが可能になります。例えば、普段 あなたは音楽とコーディングの両方が好きかもしれません。その興味の延長線上にミュージシャンを助ける新しいモバイルアプリを作りたいというアイデアが生まれるかもしれません。あるいは、誰かが歴史とゲームデザインが好きだったかもしれません。その結果がアサシンクリードのようなゲームの誕生につながっていると言ったらあなたはどう思いますかぜひ、是非覚えておいてください。あなたが学校で学んできたすべての科目は、あなたが、 まだ気づいていないかもしれない方法で今この瞬間に価値があるツールと新たな視点を提供する可能性があります。そしてジョブズはこの可能性を見抜き、それを利用してテクノロジーの世界を大きく変えました。スティーブ・ジョブズが際立っていたのは、私たちが知っている知識や経験、興味といった物事を箱の中に入れてしまうことが多い中で、彼はそれらの箱を混ぜ合わせたり、あえて箱から取り出して、他の箱の要素と組み合わせたりするのが好きだったからです。彼は、 最高の製品、真に人々の心を動かす製品は、異なる分野を融合させることのみで生まれると本気で信じていました。最後に、あなたが、自分の将来について考えるとき、イノベーションを起こす魔法は、しばしば、異なる道の交差点を歩いているときに起きることを思い出してください。だからこそ、自分の情熱を探求し、組み合わせ、融合させることを恐れないでください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。